はい、皆さん、こんにちは。テリオのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで、続きやっていきましょう。ウィニングイレブン、もとい e フットボール2022ということで、皆さん、こんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。はい、ということでですね、実況を始めてね、私、今3年ぐらい経ってるんですが、まあ実況ね、病気でちょっとできない期間が半年ほどございました。ただありがたいことにその間もね、チャンネル登録してくださる方増えておりまして、現在180名ね、チャンネル登録してくださる方がいらっしゃるということで、ありがたく、思っております。ただこの動画ね、2022年の11月の半ばに撮ってるんですけど、ちょうどですね、11月の19日、ワールドカップの前日に撮ってます。サッカーですがやっぱり盛り上がってきたのでね、フットボールしようということで、撮らさせていただいております。ただね、この動画投稿されるのは2024年の1月になってるので、だいぶね、もうワールドカップも終わって、結果も出て、っていう状態でね、この動画が上がってるので、まあ皆さんの熱もちょっと冷めてるかもしれないんですが、まあワールドカップの勢いでですね、しっかりですね、実況させていただこうと思っております。ぜひぜひチャンネル登録して応援してください。Hello, everyone. My name is Terio. I am a game live. I posted a lot of videos so far. I've been playing live for about 3 years, but I'm sick.And couldn't play for about half a year. I'm aiming for 1,000 subscribers by the end of the year. I'll be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. ということで続きやっていきましょう。さあ、今回はね、本当にね、ちょっと準備いたしますね。今回はですね、まあ本当にね、普通に試合をね、パパッとやっていこうと思います。まあ、対人戦はね、まだ早いなって感じなんですが、イベントがあるんですけど、これね、ワールドカップのイベントがね、あったと思ったんだけどね、タイ AI 戦のツアーナショナルチームっていうのがあってですね、このインターナショナルカップっていうのは、これ対人戦なんですよね。タイ AI 戦のね、アベマカップっていうのがあるんで、これちょっと参加してもいいかな、アベマカップね。ちょっと参加しようか、アベマカップね。通常よりも多くの GP、を獲得できると。対 AI 戦ですので、まあ、ちょっとこれ参加しましょうか、アベマカップね。どうせ戦うんだろうね、まあ、AI と戦うだけよりかは、試合にね、参加した方がいいかなと思いますので、やっていきましょうか。さあ、ゲームレベルボーナス、ビギナーということで、まあ、まだですね、AI 戦がですね、全然ですね、行われていないということで、全然、なんていうのかな、AI のレベルも低いままなので、今んとこね、勝ちやすいかなっていうね、状況だと思ってるので、では、アメリカと、じゃあ、カップ戦やっていきましょうか。1973。まあ、前回ね、フランスをね、11対ね、いくつでね、ボコボコにやっつけてるんで、まあ、負けることはないでしょう。というのがですね、基本的な、あれなんですが、ユニフォームのね、背番号をね、ちょっとエディットするの忘れちゃったな。これね、結構ね、前線の選手のね、なんていうのかな、選手の誰を選ぶかによって、割とね、攻撃のスタイルは変わるんですよ。中村俊輔選手、剣豪選手がいたらな、中村ね。中村剣豪選手みたいなさ、パサーの選手ってすごく好きで、私。まあ、俊輔選手もね、まあ、パスもできる、フリーキックもできるんですけど、なんかね、あの、堅実な、ワンタッチパスでやっていくみたいな感じの。ついに初戦を迎えました、ね、このコンペティション。90分後に笑うのは果たしてどちらか。さあ、やっていきましょうか、ツアーイベント。この時間は、日本対アメリカ。さあ、日本対アメリカ、やっていきましょう。アベマカップ第1戦目ですね。ほい。今日の天気ですが、晴れです。今夜のゲーム、さあやっていきましょう。まずは山口穂太選手がパスして、そして久保選手がドリブルで攻めていく。おっと、久保選手持ちすぎたね。今のはちょっとよろしくなかったね。さあ、大迫選手がボールを受けて、あーっと、ダメですね。ちょっとね、こう試合の時間がね、長いから、大迫選手でもリアルにちょっと10番ね、あのヴィッセル神戸で10番つけてるでしょ、だから10番のイメージあるよね。そうそう、フリーキッカーがね、なぜかね、酒井選手になってるからね、いつも酒井選手がフリーキックって、なんかイメージがないんだよね。蹴るんだったら、まあ久保選手とかに蹴ってもらおうかな、やっぱりね。よし。で、あの試合の時間はね、後でちょっといじります。いい反応。おお、いいフリーキックだったね。
ちょっと試合の時間をね、いじりたいので、設定でですね、ゲームスピード。あ、これゲームスピードになっちゃうのか。試合の時間っていうのは選べないのかな。ちょっとこれゲームスピードでしか選べないね。しかもね、選べない。試合の時間っていうのは選べないのかな。これはちょっと困りましたね。ちょっとあれだね。昔のウイリーだったらね、ゲームスピードっていうか試合の時間選べたんだけど、これ FIFA の方がいいかやっぱり。さあ、アメリカ相手にプレスをかける。奪います。おいと。吉田。さあ、中盤ね、ここ回していこう。酒井へ。よいしょ。酒井から大迫。すっ。狙えるか。フリーだ。シュート。いやー、ここは取るね。さあ、大迫選手がキープ。ここで伊藤選手とクロスから。お、来たぞ。来たぞ。ほい。シュート。先制。日本。さあ、大迫選手。いや、いいね。なんだこの14番の選手。三笘選手、あんなことしないでしょ。今アシストついたのは三笘選手かな。これだけ連動して動いてくれたらな。確かにな。このさ、代表人気もかっこいいよね。この日本代表人気もね。さて、攻守のレベル。あ、なるほどね。さあ、すでに1点入りましたね。ちょっとツアーで、まあ、やってはいるけど。よいしょ。試合時間がね、どうも変更できないっぽいから、それはちょっと困るなっていう話なんで、もうちょいね。浮かせてきます。よいしょ。おお。日本ついてった。いやー、半端ない男決めてくれましたね。それ誰のカメラ？そのさ、いいね、そのゴールパフォーマンス。誰のパスだった？久保選手か。久保さんのパスを大迫選手がねじ込んだと。いいですね。さあ、まだね、この今私が実況しているこの段階では日本代表の試合はね、まだ行われていないので、結果がどうなるかわからないと。初戦はね、ドイツ戦なんですよね。だから非常にね、強い相手でございますが、確かね、これワールドカップ企画っていうのがね、あったと思うんだけど、このeeフットボールね、あれ対人戦だけかな。ワールドカップのですね、グループリーグはね、プレーできるっていう企画がね、確かあったと思うんだけど、いやー、そういうパスは通らない。やっぱ長いパスであればあるほど通りづらくなるから、そこをうまくパスを通せるかどうかだよね。よいしょ。でもショートパスもこういうさ、意味のわからんところでショートパスしても意味がないから、こういうとこだよね。こういう狭いところにさ、タッチラインに行った時にさ、どうボールを処理していくかでさ。よいしょ。大迫。そういっ、大迫から久保。久保選手のあれ、どうだ。久保さん、そのパスはダメだって。さあ、久保選手のシュート。ほら、止めた。いやー、これは素晴らしい反応でした。そうですね、結構 ね、守備的なチームだ ね、このチームはね。フランスの時はさ、もうちょっとフランスがさ、ガツガツ前に来てたからさ、代表にね、日本代表にスペースがあって、割と攻めやすかったんだけど、守備的に引いてる感じもあるし、こっちがですね、そんなにスピード上げて攻撃してないから。大迫から伊藤。よいしょ。裏に出るか。あのパスを受ける。シュート。うわー、ここは繋がりません。山口穂太選手がうまいカット。これはチャンス。さあ、チャンス。ほい。さあ、打てるか。さあ、久保選手。日本、日本やるね、久保選手、これね。これでね、経験値を稼いでいくとですね、あのレベルが上がるんで、まあ、そういうのもね、加味しながらやっていきたいですね。今ね、ワンツーを本当は指示してたんだけど、ちょっとコマンドが合わなかったのかね、ワンツーはできませんでした。
ワンタッチでシュートを打ちやすい位置にボールを置いてましたよね。さあもう前半でね3点取っております。まあ試合はね確定してるし、そもそもねレベルがまだビギナーなんで負けることはまずありえないと思ってるんですけどね。ホック、いやホック、強豪国との、ね、試合になるから、ドイツでワールドカップはね、本番のワールドカップはねどうなるか分かりませんけど、まあいい結果を、ね、期待したいですよね。まあ、正直、まあ、勝つのは難しいからせめて引き分けには持っていきたいですよね。でもプレッシャーがあるのは、ね、ドイツも一緒なんで、日本だったら勝たなきゃいけないっていうさ、プレッシャーあるでしょドイツも。だからドイツもねやりづらいと思うよ。そこをつけるかどうかですよ日本がね。を入れる、あこれは直接キーパーへ。そっちでさ、ドイツが緊張してて逆に日本の方がうまく立ち上がりが入れたら勝てるチャンスあるかもしれないってとこだよね。山口から久保来たー、シュートさあ大迫選手、今のは良かったね。だからこのチームはですね、前後半で、まあ、フォーメーションを変えてやっていくっていう感じにしようかな。前のウィーレの時はですね、フォーメーションのですね、セーブがあってデフォルトからそのセーブに切り替えてね、あの戦う、あのすぐフォーメーションチェンジしてメンバーチェンジもできるっていう機能はね確かあったんだけど、いいフットボールになってからね、おそらくそれがないんだよね。さあ日本現在圧倒的な強さを見せています。いや非常にいい流れですよね。結構ねそこら辺やっぱね解約されてるかなって気がする ね、はい、マスターリーグが入ってないっていうのもね、抜けてくるほとんど対人ぐらいしかさやることがなくて、オフラインでやりたい人がさ楽しむ要素がねちょっと少なくなってるんだよね、この e フットボールに関しては。だ課金してもいいからオフラインでやりたいっていう人はね結構あれだよね、いいフットボールやる、そして今なんていうのかな、の笛が吹かれました。メリットが少ないよね早くと、まさに正直ね。というところです。こちらゲームプランで後半ちょっと変えていこうか、メンバーね。まあ久保選手、久保さんをね、そしたらベンチメンバーの俊介中村とか言って、三笘選手をですね、やはりですね翔や中島選手に変えましょう。そして伊藤選手はそのままで、大迫選手のとこに、これね大島選手のとこにね香川選手入れるとねどうなるかな、47番下がるか、あそれ良くないな、やっぱそこは変えずにいくか。香川選手が入るんだったらセンターフォワードか伊東純也選手のこと交代ぐらいなんだよな。牧野選手ちょっと能力値ね ちょっと差低いよね。まあ、大迫選手と交代するかどうかだよね。もう3点取ってるからお役御免でもいいんだけどね。まあ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 、じゃあ香川選手といくか。ちょうど交代役はね全部3人だけだよね、変えれるよね。もっと変えられる、もっと変えるなら選手獲得するけど、もうあの選手獲得できるのにコインが必要になるんだけど、そのコインがねないんですよもう。後半です。まあ、ログインとかしていったらねボーナスが入ってくるんで、それでまあ稼いでって話だよね。よいしょ。さあ香川のチャンスになります。さあ香川選手が行って伊藤選手が走る、伊藤選手が走る、あー、いやーこういうの見たいね、ワールドカップでもね。伊藤選手が爆走して当たりながらも粘って打つっていうね。伊藤選手代表戦でさ見せるプレーって結構やっぱりさサイドに張ってさボール受けるっていうのをよく見るから、まあ、作戦だと思うけどさ、もっとインサイドでプレーする伊藤選手見たいね。前田大然選手とかをどう使っていくかだよね。あとねスピードスターの選手って使いどころが難しいんだよね。反応しましたね。香川選手外しちゃったね。全盛期の香川選手だったら外さないなこれは。
見事なプレーでチームを救いました。キッカーはキッカーはもちろんですね、コーナーキックです。セットプレーのキッカーはもちろんあの人ですよ、俊介中ムーラーですよ異常だな、一人だけ77もあって。ボン、まあ、精度高いキックだったんですが、池井長友、おお、左にされます。長友選手、宇宙開発有名なね、ネタみたいなさシュートをねたまに打つから長友選手でもねサイドバックなのにね結構ね所属してたリーグ戦で点取ってたりするんだよね、長友選手って。インテルの時のがね本当にすごくて、バリバリ攻撃参加してたもんね。代表ではね結構それあの鳴りを潜めてるけど、昔の代表のプレーとか見たらすごい上がってますもんね。今は全然上がってこない、上がってきてるけど、まあ、相性の問題か知らないけど、あんまりその昔みたいな攻め方じゃないよね。大島、昔はもっと香川、右サイドへ振って、香川から伊藤抜けてくる。昔はバリバリ上がってきてセンタリングとかやってたみたいですけど、クロスが入る、おら、このシュートは打ち上げてしまいました。十分相手を引きつけたことによって、このフォーメーションまずいな。香川真司選手ちょっとまずいぞ、センターフォワードに起用されてまだ点を取っていない。後半に入ってからまあ点が入ってないぞ。山口、このフォーメーション、俊介中村、俊介中村、シュート、いや、追加やはりこの男、翔や中島、やっぱり強いね中島選手は。正直ちょっと距離あるかなと思ったけど、中村選手の速いパスから、いやいいシュートでございました。中村選手がまたボールを取るが、ドリブル取られる。俊介選手もねとうとう引退しちゃいましたよね、本当にね、スーパースターですよね。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。日本は無理に行く必要はないんですよね。香川選手のシュート、おら、追加点、中島選手点取るな、本当にこれですよ、中村俊介選手のループパス。キーパーが、正直ちょっと怪しいけどね、動きが。これはファンブルを狙ってましたかね。なんかね、このキック怪しいな。結構ね、e フットボールって出た直後ってねめちゃくちゃ酷評されてたんですけど、2022じゃないですかこれ、確か2020かなんか私持ってるんですけど、その時そこまでひどくなかったんだけど、やっぱりこれがね、出た頃のね評価めちゃくちゃ低かったんですよ。中村から香川、すげえね、なんかその動きが不自然だったりとか、わけわからないこけ方とかして、めちゃくちゃね評価低かったんですけど、でそれでね最初にこのゲームをね、私もあの評価低かったのはね、すげえネタにされててネットとかで、でしばらく経ってからね、ちょっと私もプレイしてみたけど、そんな言うほどひどくないじゃんっていう感じだったんだけど、わ、長友選手注意に終わりました。最近ねこのバージョンにまたなってプレイしたら、ちょっと動きが不自然になってるっていうね。今のところもねフレームレートがねちょっとね出し切れてないんだろうね。いきなりボール触った感じで、しかもすごいねカクカクした感じで触って出たじゃないですか、うん、滑らかさがねちょっとなくなってるわ、中島、うん、ただその前のシーズンはね異常にボールがね浮くっていうですね謎仕様だったんでそれよりはマシかなって感じがするけど、伊藤純也、いやこれ褒めるべきは、伊藤選手シュートがよいしょ、おっ、うまい。酒井選手が取って、山口選手が、大島選手が渡す、坂川選手、俊介中村、あら、なかなかここを突破できないね。
このサブ組が。シュート。止めた。これはチャンス。庄屋中ジーマー。うわあ。中島翔也選手がハットトリックを目指したんですけどね。いや結構固い守りをしてきますね。キッカーとかをちゃんと指定しておきたいですね。フリーキック、プレースキックはやはりこの人ですよ。うら、ここはディフェンスの対応。ここはしっかり落として流して、俊介中村やはりこの人ですよね。この人の今のキックはやっぱ前あそこでボール持たせたら決めるよね、シュンさんはね。いやー、絶対から見事なゴール。かっこいいね、シュンスケって書いてあるね。素晴らしいゴールでしたね。中村選手って後ろってシュンスケって書いてあったっけ、中村って書いてなかった、うん、ちょっとね、どっちかわかんないですけど、いやー、うまい。特徴的なキックですよね、本当にね。数々の美しいゴールをですね、YouTube でですね、検索したらですね、見れるんですけど、この人のキックは本当に美しいんですよね。またキックだけじゃなくて、ね、ドリブルとかね、パス、すべてにおいてですね、技術が高いですよね、うん、中村俊輔選手はね、うん。横浜ルーレットっていう技がありますからね。俊輔選手はね、技でね、横浜ルーレットっていう技があります。シュート、おい、追加点、日本。やっとアメリカの守備がだんだん崩れてきたね。さらに点差を離していきます。なんかね、アジアの時の戦いの時にすごいね、無双してる時があって、俊介選手が本当にアウトサイドで走ってきてね、シュート決めるとかね、すごいのやってたよね。あとセルティックの時のシュートです、とんでもなくね、遠くからですね、アウトフロントキックっていうですね、外側にね、ぐるって回っていく、すごいキックでね、ゴール取ってるのとかね、すごいんですよ。記憶に残るね、シュートが多いですね、本当に。中村に渡る。さあ、中村俊輔選手が、どうだ、シュート、あら、ゴール取れずか。ほいっと、やや危ないように坂川慎二選手のパスは通らない。粘ったね、ここでのパス。あっと、おっと、翔也中ジーマゴリゴリに押すね。そろそろ伊藤選手の交代でもいいけどな。まあもう交代メンバーいないから。前半のあの三笘選手がうまくマッチしてないな。まあ本来だったら三笘選手結構ゴリゴリ攻めてくれると思うんだけど、このフォーメーションにマッチしてないな。よいしょ。そうそう、最近すごくまた映画を生み出してね。この勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですね。で、映画見てたらなぜかですね、池井戸潤さんの映画ばっかり見てるっていうね半沢直樹のね、すっごいね、池井戸さんのね、あの作品ってね、ドラマとかね、映画になってるんですよ。めちゃくちゃ人気の作家さんなんですよね。元銀行員の方で、まあ、だからね、銀行の小説がね、あんだけ書けるんだなっていう話ですよね。相当なポジションまでにまで行かれたんでしょうね、多分ね。でも30数歳で多分銀行を辞められた。まあでも10年ぐらい働いたってことか。それでもね。抜けてくる。ここはクロス。ここで笛です。さあ、なんとか勝つことができましたね。はい。大差で勝つことができました。ゲームで大量得点。彼にとって最高の一日になりました。うん、中島選手が 8.5 ついてるね。俊介中村 6.5 か。自分たちの持ち味を最大限に、アシストとか誰がつけたのかな。その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね、うん、素晴らしかったですね。さあ9対0というね、お、レベルが上がりました。いや、いいですね、もうちょっとチーム戦術変えたいんだけどな。4000ポイント、イベントポイント。あ、いいね。こうと、試合設定。
あ、ビギナーとかを自分で決めれるのか。スタンダードでいこうか。で、ゲームプラン。チーム、戦術かな。チームスタイル。ポゼッション、選手の指示。フリーキックとかない？監督変更。チーム。試合中の役割。あ、キャプテン吉田麻也さん。ロングフリーキッカー。まあでも大島選手が上手いってことで。ショートも。久保選手にしようか。フリーキッカー2。久保選手にしようか。左コーナーキッカーは、久保選手。右も、久保選手。ペナルティを大阪選手にしようかな。ショートフリーキッカーも久保選手にしようか。ロングも久保選手にしようか。大島選手でもうまいんだけどな。いや、大島選手にしようか。キャプテン吉田麻也さん。背番号編集。大阪選手の10番がね、割とね、板についてきたからね。悪くないなって感じがするね。大阪選手の10番ね。よし、今度はね、レベルが上がったんで、さすがに10点で勝つってことはないかな。スタンダードにしたんで、まあ、1点、2点とかなるんじゃないかな。セネガル。さすがにボールに反応しないってことはないでしょう。さっきは結構ね、普通にパス出してもボールに反応しない選手がいたりしたんですが、今回はそれはないんじゃないかなと。27分も1試合でやってるもんね。やっぱね、試合の速度が遅いよ。多分、その、オンラインマッチングみたいな感じの都合上変えられなくしてんだろうね。勝手に変えられたら困るじゃないですか。ね、試合の速度をね。e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです、この時間はセネガル対日本、こちらの一戦をお届けいたします。いいぞ、ちょっと緊張感がある試合になってきた。今夜のゲーム、好条件の中行われます。やお、このゲームの解説はエイジカワシーマ、ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。つないでいこう、つないでいこう。三笘選手からのパスを。前半ゲームはスタートしています。セネガル対日本。よいしょ。やはりこの序盤、先に主導権を握りたいですよね。はい、攻撃面で波に乗れるとリズムをつかめると思いますね。いやー、なんだなんでスルーした。思い切ってファーストシュートを狙っていくのもいいですよね。まずはこのゲームの立ち上がりです。いやー、ちょっとこれは1点勝負になりそうだね。さすがにさっきみたいに10点とかにはなりそうないね。ほい。ほい。三笘から久保、大迫、大迫、いやー、先制日本。半端ない男は決めてくれましたね。いや、やっぱり、やっぱり持ってるな。やっぱこの人がセンターフォワードの方がボールが収まりやすいね。いや、素晴らしいゴールでしたね。あそこからシュートまでの流れ、いや、うまい。香川真司選手だとね、ボールをこう収めに行くじゃなくて裏に抜きようとする動きが非常に多かったから、なかなか香川選手がこう足元で受けるっていうパターンはなかったな。よいしょ。長丁も右、強いパスにすると球が浮くんだよな。よいしょ。久保選手が流して、おっと、さすがにスタンダードするとそう簡単には攻められないな。ボールは取れるけどね。非常にいい立ち上がりですよね。先制点を取ることで余裕が生まれますからね。この後自分たち、いやー、そういうのも通らないか。でもこの1点が大きく影響していくんじゃないか。おっ、吸い出された。来たチャンスだ。おっ、丁寧に足元を使う。トック来たぞ。シュート、危ねえ。いや、
これはわずかに右でした。いやー、長友選手、そして吉田選手が、とりあえず吉田選手って背番号何番だったっけ。長友選手は5番のイメージ強いけどね。よいしょ、吉田選手2番じゃないね、酒井選手が2番だった記憶あるな。さあ左へ預けて三笘選手、対応します。うわ、三笘選手がダメだ、取れちゃったね。ああいうボールの受け方はしない。日本はこの時間で1対0となかなかいい流れなんじゃないですか。何、そうですね、まあ意外といえばあれなんですけどもね、しっかりリードしていますからね。前半はとりあえず無視点で大迫選手がキープしつつ流して、スルーパス、ここは読んでいました。そこ、いやー、セネガル粘るね。これは日本ボールです。最初の1点が結構ね大きかったね、これね、なんだかんだで。さあディフェンスラインで回そう。うわー、プレッシャーがきつい。後半のメンバーチェンジもこれはきつくなるかな。大迫選手のこのパスは通らない。おっと、がぜん強くなったね、セネガル。難易度がちょっと上がっただけで、酒井、いやー、ちょっと無双したかったな、ビギナーで。牧野へ、ビギナーで、ビギナーってなんか何試合か戦ったら勝手に変わるもんだと思ってたけど違うみたいだね。そうそうそう、これ、まあ、2022年のさ11月になってるけど、ナス選手がですね、スペインになんかですね渡ってですね、なんか修行するみたいなね動画出してて、スペインでですね、クラブチームっていうかさ、その学校とかも含めてですね、全部病院とかも含めてですね、サポートするっていうサッカー施設みたいなのをね、作るっていうのをですねリポートしてて、こういうのがね大事だなと思うんですよね。なんかそれって多分民間で多分やってると思うんだけど、そういうのをねプログラマーとかがもし育成で欲しいんだったらさ、国を挙げてそういうのやったらいいのにってね個人的に思ったりするんだけどね。人材が足りないとか言ってさ、育てる気もないのに人材が足りないって言われてもって感じだよねだって今のね、ここは奪います。よいしょ、自分で行く。さて、おら、そい、きた、あ、竹久保選手じゃないですか。あ、違う、三笘選手か。リードを2点に広げます。お、三笘選手、これは輝きを放ったね。三笘、キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。これはファンブルを狙ってましたかね。長友選手かな、左最初突破したの、いい形だったね。三笘選手が自分で打っ、うん、まあ、とりあえずゴール入ってよかったね。3点4点ぐらいかな、うまくいっても。いや、どうしたんでしょうかね。よいしょ、強っ。追加点を取ったことをまず褒めるべきだと思いますけどね。はい、山口から大迫、こっからですよね。ボールを大迫選手が何とかしてキープして、三笘選手から大迫選手に渡らない。やっぱビギナーの時よりかは全然強いね。いいプレッシャーです。危険なプレーのようにも取れましたが、笛はありません。よっと、久保から大迫。さあ大迫選手がキープ、流して、ふわっと、おいしょ、竹久保これはセネガルの牙城を崩しましたね。大迫選手のこのギリギリのキープで、これはうまかったな。完全にセネガルの選手見てなかったもんね。久保選手が前に一旦行って後ろに下がって、さらに前に行ってダイビングヘッドっていうね、まあ、久保選手らしからぬプレーでしたけどね基本ヘディングのシュートはあまり考え計算できない選手かなっていうふうには思ってるんですけど、チームに勢いを感じますよね。インサイドで勝負する選手はないだろうなと。バスケットでいうと、まあ、そういうねセンターとかってインサイドで勝負するじゃないですか。そういう選手ではないなという気がしますよね。スリーポイントとか打ってるようなタイプとか、あの外側から中に入っていってシュートを打つみたいな、
そういうバスケットといったらそういう選手かなと。日本としては大相手に前半でこれだけの点差をつけることができたわけですから、ここまではちょっと交代しなきゃいけない。ゲームプラン、これすぐにだからさ、パッと切り替えできたんだけどね。切り替え選手決めてるからさ、久保選手を俊さんに変えて、三笘選手を日本が翔や中島2人だけにしよっか。日本はメンバーチェンジです。俊介中村が俊さんからねロングパスが期待したいんだけどね。よいしょ、中村スルーパスを狙う。このボールに触ります。ほい、あ、ナイスカット。ここは下げます。中村、中村選手のこれはタイミング合いません。あ、大島選手だったか、ドリブルしていったの。長友選手はないな。長友選手追い出されながらも当たる当たる当たる、取った。長友から中島、ボールがつながる。さてこれは届くか。来た、これは、いやなかなか牙城を崩せんな。誰この守備めっちゃ頑張ってんの。大迫選手か。休め休め、あんまり頑張りそう。俊介中村、さあ中村選手からのパスを、いやなかなかゴールにつながらない。ナイスカット、いけるか。よっしゃー、今日4点目かというシーン。中島選手かな、こういうとこ決めていかないと。あ、なるほど。俊介中村、うわー惜しい。このヘッド報われませんでした。いやそっくりだな、中村選手のフリーキック。うちはね、ちょっとディフェンシブミッドフィルダーっていうんですかね、ボランチの選手がね、交代枠がないのでいつかどっかでね、ガス欠を起こして疲労の精度があったら相当やばいよね。オリンピックで遠藤航選手がガス欠になってしまった酷使されすぎてあれはきついよね。ずっと出続けるのもいいんだけどさ、人間だからさ、どうしても疲労ってたまるじゃないですか。俊さん、うまい。うわー、神パスだったのにな、中村選手の。そこは決めてほしかったぜ、神パ。あ、うまくトラップしたね、今の神パスだったよ。ここでベンチが動きます。ポアモルティエ選手、ゴンティエ選手が入ってきました。リシャール、よいしょ。俊介中村、俊介中村キープ、よいしょ。山口選手がドリブルしつつ、あー、ちょっと大迫選手が疲れてるからそろそろ交代させるか。よいしょ、作戦を立てよう。大迫選手に代わるセンターフォワードがいないっていうね。マジでね、古橋選手をね、呼んどくべきだったわ。山口セカンドトップっていうか、よいしょ。おい、伊藤選手、あ、いい展開ですね。伊藤選手クロスを、伊藤からの折り返し、中盤プレス、うまい。俊介中村、うまい。あー強いな、セネガルの最終ラインが強い。うっしゃー、来た、追加点。この人は本当にすごいな、容赦ない一発、容赦ない一発だったわ。翔也中島選手が、今のゴールいかがですか。大迫選手粘った ね、しっかり合わせた、いいボレーシュートでしたね。うわー、ライジングボレーじゃないですか。完全に伸びてない球がね、上の方にね、キュッと来て、
ポフォッツバーン。これ試合で決めたら気持ちいいやつ。大体吹かすけどね、上にね。さて、入ってきました香川真司選手でございますが、よいしょ。日本のあれはメディアはさ、海外で戦っている選手はあまり報道しないからね、こういうところが良くないよね、正直ね。よいしょ。大島から香川。よいしょ。しかも海外でさ、メジャーのさチームに行ったらさ、リバプールとかにね報道したりするけどさ、マイナーのところに行ったらあんまり放送しないからさ、報道とかも野球ばっかりでしょ。ほんとそこだよね、日本サッカーがうまく強くならない一つの理由って。偏りがあるんですよ、報道に。まあ、それってサッカーだけじゃないけどね。うん、フィギュアスケートとかかなりね、あの報道がすごくされるからさ、ファンとかすごいついてくれるけどさね、伊藤から香川。サッカーとかね、ほんと競技者が多いし、うわ、ボールは右にそれていきます。記者が派遣できないっていうのもあるかもしれないけどね。ブラジルとかさ、スペインとかさ、各国いろんなところでプレーしてる選手でさ、本当にいい選手がいてもさ、テレビにも映らない、ね、メディアも放送しに行かない、インタビューしに行かないとかなったらさ、どうしようもないもんね。ここは競り勝ます。ここで、ね、トラップで前向けないんだよね。中村から香川。ここは間合いを取る。シュート。いや。少し抑えが足りなかったでしょうか。これは香川選手、頼むよ。信じ香川。これはいいプレー。くそ。残り5分を相手のミスは逃さんという姿勢でシュートを打つつもりだったのに。ワイドに展開します。さあ長友選手が落として。4点か。おいおいおい、危ねえ。大島から香川。香川から中村。中村俊輔選手の神パス、ああ追いつけないか。神パスだったのにな。さあ第2戦はセネガルとアベマカップ。すごいよね、アベマのさ宣伝です。ちゃんとさアベマって書いてあるもんね。長友から香川。これがネットのあれがすごいとこだよね。あそこの枠はいくらでも変えられるんだろうね、宣伝枠のところは。ほいさ、セネガルのあのディフェンダー、緑色の靴のあいつ首だよ。何やってんのさっきから。大迫選手もしかもキャプテンだし、大迫選手にも取られただろう。足元の技術に自信があるとか知らないけどさ、何やってんだよ。はい、5対0。さあスタンダードイジェで勝利、アチームメント達成いたしました。なかなかでもね、きつかったね。さあ北澤さん、まあ、めちゃくちゃきついとかそんなこともないんだけどさ、日本としてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、やっぱ 7.5 とか無念評価しか。香川選手 6.5 もついてる。今日の結果をうまく次につなげていきたいですね。これアシストとかの評価がどうなってるか分かんないからさ、そこまで見たいよね。かなりさ解約されてるというふうにね、まあ、個人的にはやっぱ思っちゃうな。もうカップ戦のさレベルとかのこれはいいんだけどさ、カップ戦のさレベル47まで上がるとか31とかまでしか人によって違うんだね。ないからさ、その今何点取ってとかさ、前節の選手、評価、大迫選手が 7.5。すべて見る。ここで見えるのかな、アシスタとか。出ないね。ゲームレベルボーナス、スタンダード 1.45 倍でございますと。なるほどね、そういうことですか。はい、ということで今回はここで終了しようかなと思います。ご視聴誠にありがとうございます。45分ほどプレイさせていただきました。
アベマカップをですね、頑張ってですね、攻略していってですね、優勝を目指していきましょう。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。